はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。では今回は信長内防大使上杉家、前田刑事物語続きやっていきたいと思います。さて、長宗壁が対徳川統一包囲網を行うということなので、ここはね、これに乗じて上杉家としても攻勢に入っていきたいと思います。というところで、北ちゃんが死んじゃったか。いやー、北ちゃん死んじゃうの精神的にも痛いな。報告いたします。まあ、優秀な武将という以外にも見た目に可愛かったので、まあもうおばあちゃんだったんですけど、実年齢的には。さて、家康軍の動きも警戒しつつというところなんですが、家康に対して宣戦布告ができない今、金森を撃っておくというのはありだよね。せっかく軍展開してるんで、まずは宣戦布告して一気に金森を飲み込もう。いや、普通に考えたらあれだったな。金森県に兵を近づけてから宣戦布告するべきでしたね。ちょっと迂闊だったな。まあそれでも金森を打ち払っておくには、いずれにしても戦わなければいけなかったので、よしとしましょう。馬たたいを投入して、これをいただこうというところかな。あとは影勝4万をどう動かすかだな。今影勝4万あまり使いたくないですからね。先月の収支です。かといって兵糧をこのまま消耗するのも痛いしな。北ちゃんがいなくなってる、悲しい。高山ウコンとかじゃないよな、ここで欲しいのは。いやでも人材なんだぞこれは、むちゃくちゃ。まあ、ここはでも最近活躍著しい沼田を採用してあげよう。沼田、で金継ぐ刑事でいきましょう。表情を終える。でだ、ウコンではない、影勝、高山ウコンが頭から離れなくなってる。影勝の部隊もちょっと動かしておいて、池田輝政いつでも攻略できるように鳥峰城近辺に部隊を動かそう。行軍で、おっと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 、ちょっとどうしてもハーツオブアイアン4直前までやってたので、操作がハーツオブアイアンチックな操作をしてしまってますけど、ここは右クリックですね。進むぞ。まずは松倉城を確実に取りたい。弱者に死を、それが戦場よ。よし、松黒城を取りましたね。これで徳川領左右から、まあ逆に松倉城は徳川領を左右から攻撃される可能性がありますが、体制としては十分なものになったかなと思います。では続いて宣戦布告していきましょう。池田輝政に宣戦布告。池田輝政は確か池田恒興の次男だったかなと思うんですけど、どうだったかな。助立いたす。これは徳川と本当に
今、和睦中に、福島、池田、堀尾、この3つは潰したいですよね。というわけで、沼田隊を、まずは、鳥峰城に出します。ただ、鳥峰城では池田、照政隊2万と決戦か。なかなか厳しいね。なんとか池田照政を野戦に引きずり出したいな。出陣する。そしたら影勝をちょっと待ちましょう。影勝47,000。これをぶつける。出陣するぞ。待機せよ。報告いたします。先月の収支で金森にはしっかりと忠誠心を上げるために感情でも与えておこう。あとは兵糧購入する。かしこまりました。ありがとうございました。軍馬兵糧、ありがとうございました。鉄砲も買いましょう。ありがとうございました。で、忠誠が低いもの。いや、意外と金森は忠誠高そうだな。かたじけない。いくそぼて。志村も知ったか。いやー、主力武将級が、徐々に、寿命を変えていってるのは。人材がね、決して豊富だという状態ではない上杉家としては痛手ですね。ご命令を。この志必ずや。照政が大使を撃ってきたな。この志必ずや果たす。何、砲術研さんも撃ってきた。やるな。ここは常置と決戦するしかないな。影勝で。まあ、こちらの方がね、やや兵としては少ないという状態だと思うので、しっかり勝ちに行きましょう。まず作戦ですが、本陣切り込みは入れておきたい。いざという時のために。で、罠だ。罠は奈落。入れられるところはあまりないか。泥沼はあるね。泥沼を入れておけば、泥沼にはめてる間に、こちらとしてはね、しっかりと、鉄砲で攻撃を仕掛けられるっていうのをやりたいな。ちょっと待って、取り消しして、罠も一旦取り消しする。欲しいのは、のろし状は欲しいよ、のろし状は。で、罠、何できる？奈落だけ？いやー、なかなかだな。ここに奈落、ピンポイントの奈落はないでしょう。となると、泥沼なんだけど、泥沼入れられないか。そうなると本陣切り込みやめよう。作戦なしにして、罠で泥沼入れる方がまだマシかな。よし、これで開戦します。行くぞ。
下中。始めよう、下中。騎馬鉄砲隊が多いので、ここはね、騎馬鉄砲隊をうまく使っていきましょう。参る。始めるぞ。覚悟しておけ。奈落にうまくはめれば、御の字かな。ご命令を。下地よ。始めるぞ。で、敵も鉄砲隊を撃ってくると、使ってくると思うんで、うまくね、騎馬隊を使っていきましょう。覚悟しておけ。始めるぞ。敵の居所が分かりましたな。隙あり。やりたい。前へ。ちょっと待ってね。命令負荷って何？な、裏臭いか。裏臭いがわけわからんことやってくれてんな。ここは鉄砲の打ち合いで行くにしてもちょっと分が悪い。数が多すぎる。何？影勝が奇襲を受けている。ゲチ、覚悟せよ。敵も鉄砲隊多いね。覚悟しておけ。ご命令を。覚悟せよ。やりたい。前へ。敵の居所が分かりましたな。好機は今ぞ。よし、高山君が横やり入れたね。叩き潰せ。覚悟は良いか。覚悟しておけ。ご命令を。ご命令を。始めるぞ。ゲチ、覚悟せよ。攻撃を受けるのは不本意なので一旦下がる。鉄砲隊はね、覚悟せよ。この隙にゲチ、まずは小勢なのでゲチ騎馬隊で覚悟しておけ。一つ二つと奪っていくぞ。覚悟は良いか。始めるぞ。ゲチよ、さあ始めようか。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。参る。始めるぞ。参る。さあ、これで鉄砲隊を前へ出していきましょう。信じられない。ウコンが攻撃を受けてるが、これは下げるので大丈夫です。やりたい。前へ。何？オリベが。その首。ここは奮闘で応戦だ。ゲチよ。始めるぞ。切り込め。かかれ。よし、完全に攻撃包囲の体勢になりつつあるな。ここはこれを機に一気にこう池田輝政を打ち取る好機だぞ。しかもゲチ、さあ始めようか。ここは長松と鉄砲の打ち合いをやろう。ゲチ、始めるぞ。ゲチよ、覚悟しておけ。始めよう。攻め込むぞ。やりたい。前へ。さあ、敵が下がりつつある。後ろを向けつつあるので、ここは持ちこたえつつ、その間に一気に敵を殲滅しよう。なので下がる。ここはあえて戦わずに敵を引きつけにかかりましょう。味方の方に孤立している敵をこの隙に一気に殲滅します。で、画面でいう下の方にいる部隊は一旦敵を引きつけにかかりましょう。ご命令を。
始めるぞ。やりたい。前へ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。さあ始めようか。お調子者を使ってきても今更だな。ご命令を。さあ、でさらに下がってきた部隊も攻撃していきます。月曜、覚悟しておけ。お、もう出番か。始めるぞ。投げ払え。ねえ、始めよう。覚悟しておけ。覚悟せよ、覚悟せよ。切り込め、叩き潰せ。さてどうする。数では有利になっているものの、福島正則をここで撃破できれば撃破しときたいけど、強いからな正則も。ここは奈落の方へと、いや泥沼か、泥沼の方へと敵を誘導していきます。覚悟せよ。参る。始めるぞ。邪魔するなら容赦しねえぜ。やりたい。前へ。采配を使っておきます。やりたい。前へ。かかれ。月曜、覚悟せよ。参る。覚悟せよ。命を。始めよう。ご命令を。始めるぞ。やりたい。前へ。見誤ったか。よし、泥沼にはめてる今のうちに一気に敵を殲滅していこう。ぐはっ、ここで罠返しが来るとは思わなかったな。覚悟せよ。覚悟しておけ。ゲチよ、覚悟は良いか。ゲチよ、横槍を入れろ。切り込め。今ぞ、攻め込め。やりたい。前へ。始めるぞ。時には大胆に攻め込まねばな。やりたい。前へ。突き槍。やりたい。前へ。覚悟せよ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。さあ、鉄砲による攻撃がはまってるけど、ちょっとあれだね、金継ぐが敵中に孤立してるので一旦下げましょう。始めるぞ。この命尽きようと。ガハ、ここでテルマサの強撃強者が来てる。一気に削られてるぞ。大丈夫か。覚悟は良いか。かかれ。回想するよな。金継ぐがむちゃくちゃやられてたもんね。土槍。切り込め。バカ。ありえん。山吉隊が壊滅。投げ払え。負け戦かよ。ちょっと一気に壊滅してる部隊が増えてるな。横槍を入れろ。このままでは。まずいまずい。ちょっと待って、よくわかんないことになってるぞ。ご命令を。覚悟しておけ。さあ始めようか。始めるぞ。参る。始めるぞ。叩き潰せ。まさか我ら。よし、まずは裏臭いを撃破。投げ払え。切り込め。やりたい。前へ。よし、正則の舞台も経験したね。敵の居所が分かりましたな。やりたい。前へ。で、金継ぐが戻ってきたんで突撃させよう。今は守れ。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。
ご命令を。雨が降ってきたか、ここで。しょうがない。騎馬鉄砲隊も全員乱戦に持ち込みましょう。始めるぞ。邪魔するなら容赦しねえぜ。敵の居所が分かりましたな。切り込め。容赦はせん。やりたい前。横槍を入れろ。さあでは味方の方も、もうテルマサが線切ってるので乱戦に持ち込んで、テルマサを乱戦の中に打ち取ります。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。まさか敗れるとは。田中義政隊を撃破。切り込め。容赦はせん。邪魔するなら容赦しねえぜ。やりたい前へ。覚悟は良いか。投げ払え。切り込め。やりたい。池田輝政を撃破していきましょう。投げ払え。邪魔するなら。だいぶ消耗戦だな。だがここは輝政を確実に投げ払え撃破して合戦を勝利持っていきましょう。やりたい。まあ影勝が回想してるので勝ったのかと言われるとちょっと微妙な勝ち方ですが、まあ勝ちは勝ちですね。では池田輝政の鳥峰城を取ります。この城もらい受ける。このまま輝政のいる岡崎城、ここを攻略しましょう。で沼田隊もこの勢いのまま、一旦吉田城が先かな。出陣する。報告いたします。まだ家康とはね、和睦が続いてるはずなので、この隙に池田を滅ぼしておきたいな。表情を終える。農兵徴用とかな。逃げ団長、鉄砲流通、鉄砲流通あってもいいかもね。鉄砲流通は今買ってるので、鉄砲は。ゲッチ。さあ岡崎城ですね。どうする？一旦自動布陣で見てみよう。水攻めで109か。強行で16。まあ強行で16だね。16日で合戦終わらせましょう。OK だ。岡崎城を取った。田中義興は処刑する。ちょっとピエール滝っぽかったね、今。影勝はこのまま軍勢を率いて、刈谷城へと進みましょう。どうしてもハーツオブアイアンの、ハーツオブアイアンのこの操作感が残ってしまってる分。出陣するぞ。うん、敵に城を奪われるって誰に奪われる？堀尾か。堀尾。貴様。やってくれる。堀尾もちょっと始末しとかないといけないな。長近が死にましたね。
吉田城がちょっとしんどいのか。ご命令を。今だと、堀尾にこの鳥峰城が奪われたので、鳥峰城をまず奪還しなきゃいけないってところからだね。では、軍を出しましょう。鳥峰城に軍を出す。後に続け！スケーモンに任せればいいだろう。で、あとは人材の配置をやっておきましょうか。人がいないんだよね、きっとね。松倉城、富山城、富山城にも人いないのか。ちょっともうそろそろあれだな。委任しちゃいましょう。配属に関しては。と言っても人材がいなさすぎるなぁ。まあ、主要な拠点というかね、家康と、それこそ関東で国境を接しているようなところは、まだまだ優秀な武将を自らしっかり配置しておくっていうことをやりたいので、よしとして他は一旦委任しちゃいましょう。部分委員ですね。OK だ。じゃあこれで済みます。この城、もらい受ける。ここは水野の二人は一旦逃がしましょう。で、影勝をどうするか。一旦京極も潰しておきますか。今のうちに、どんどこ、潰しておきたい。我が部、震わせてもらおう。オリオに城を奪われるというのはちょっと誤算だったけどね。参る。出陣するぞ。さあ収入が入ってきて、家康との和睦も開けますね、おそらく。ご命令を。家康と和睦が開けるのは怖いな。京極の3つの城と、テルマサ、池田の残りの2つの城を取って、一旦撤退かな。で、福島、堀尾、この辺りとは、徳川ともう一度和睦を結んだ後に再度進行をかけるという、ちょっと姑息な戦いをするしかないかな。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ。よし、取りましたね、スケーモンが。スケーモンは、続いてじゃあ飯田城へと進行しましょう。出陣します。さあここもちょっと一旦自動布陣で確認しよう。29日で強行、もぐら攻めも可能ならもぐら攻めもやろう。よし、吉田城も落としたね。池田を潰した。
勝成、輝政、この辺りで人材補充できたのは大きいね。そしたら、まずは、沼田隊は騎乗させよう。家康との決戦が近いと見て間違いないと思うので。この城、もらい受ける。で、このまま高遠城まで影勝を進めて、京極を潰します。後に続け。報告いたします。かなり順調に来てますね。家康が牙を剥く前に京極までは決着をつけたい。策がございます。越後流軍学発動できる、ちょっと確認したいが、ダメそうかな。ダメそうだ。いや、いけるね。これで家臣成長速度上昇大と、農兵死亡率低下、足軽死亡率低下、それぞれ中をゲットしましたね。ゲッチ。では異人の対象を増やしましょう。配属の対象ですね。で、感情も与えていく。田中義継ぐ、この辺りは、むちゃくちゃ、心象が悪そうだな。片付けなし。殺してるからね。片付けない。こいつらの兄貴を、処刑という形で。さあ、では、ちょっと待って。違うよ。スケモンはこのまま攻撃だよ。参ります。進みます。3000の兵か。16000で3000落とすのはなかなかしんどそうだな。自動布陣で確認。交渉が効く。交渉しよう。交渉はノーダメージで城が手に入るんでありがたいからね。で、高遠城の攻略戦も始まります。高遠城強行で44日だったら44かけて潰しましょう。報告いたします。先月の収支です。今回はお金貯まったので鉄砲を買っていきます。ゲッチ。何、正則がこちらにそんなことを仕掛けてくるだと。どこに攻撃を仕掛ける。ぐは、ここで家康が仕掛けてくるか。順調に来てただけに、しかもここで三つ葉葵の密書か。敵が我が領内に向かっております。鳥目23万7500。さて、ちょっと考え物だな。正則が鳥峰に3万の軍勢で寄ってくるというわけだな。まずは家康に和睦の使者を出したいが、これが効かないというわけだな。さて、どうする。正則も難しいとなると、まあ、ここは防衛するしかないよね、鳥峰。徳川義直37,500か。これを最上義昭15,000で迎え撃つというわけだな。あとは部隊の編成だな。
これで2万7000まで増やしたんで、上限同じでトリミネージョで迎え撃てるね。というところと、あと鉄砲を買っておきたかったけど飛ばしちゃったね。工場戦中だったんで。そしたら、いい時間になりましたので、今回はここまでにしましょう。で、まずは、トリミネ城で、徳川福島連合軍、これを迎え撃ちます。で、飯田城、ここはこのまま、継続。で、高遠城も、影勝このまま継続という形で、これを落としたら徳川に備えていきましょう。なかなかね、厳しいですよね。確かに領地は広がったんですが、飛び石的になっちゃってるので、関東の家康を封じ込めるのが先か、それとも近畿の豊臣の援護をするのが先か、ちょっと悩ましいところですね。このあたりはちょっと考えておきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。